人見知りをなくしたいんですよね。ちょどうすればいいんだろうな、人見知りなくすって。友達増やすとか。おみみは人見知りなの？いやー、うじゃ割と平気な方だと思いますけど。うん、まあそうだと思った。やっぱ何もね、こうやって考えないやつがね。うん、考えないのがいいんじゃない？シンプルに。ペガサスは人見知りとかいうより無だもんね。無だ。こいつは。こいつはいつも無。悟りを開いてると思う。ちょっとなんか考えすぎなんですよね。なんか。考えすぎわかるよ。俺も昔全然人と喋れなくて、なんかいろいろ場数を踏むにつれ、なんかそういうとこでもなんか喋ろうっていう気持ちで行くんだよ。友達ん家呼ばれたら、じゃあ今日はめっちゃ喋ろうみたいな意識とか、今日は俺が話のメインになろうみたいな。友達なら余裕なんすよ、ね、知らないからか。そうそう、知らない人は難しい。俺もついからな、今でも。知らん人と話すときは俺はやっぱ世間話するから、なんか趣味あるんですかとか、話の流れで、はいはい、休日とか話してる。ガチっすか？全然そういうこと話す。え、いきなり趣味あるんですかって言うんですか？いや、挨拶して、挨拶して何かで、まあ何かしらで集まってるわけじゃん。予定なしでさ、その人と会うわけじゃないでしょ。例えば美容室行ったら、美容師以外の仕事でなんか他になんか趣味とかあるんですかっていうのをいきなり聞けるじゃん。そういうのから始まり、あ、そうなんですかみたいな。趣味がね、例えばゲームだったりしたら、なんかゲームなんですね、何やるんですかみたいな感じで広がっていくじゃん。なんか質問したら絶対広がるはずだから、話をやっぱり自分で広げていく意識すればいいんじゃない。この前なんか、なんか高木がさ、ホームレスとホームレスのエピソード聞くみたいな動画俺見て、いやあれは、うん、でもあれはでもめっちゃ仲いい知り合いなんで、うん、てか高木はずっとはいって言ってるだけだからさ、はいはいはい、はいはい、それ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 、はい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 、それおきおきうすうすうすはいはいはい、変えてはダメだ。あの自分でさらに、あ、そうなんだ、じゃあこういうことみたいな話を変えてく、話をなんか切り開いていくみたいな。おいっすおいっす、お前、おいっすおいっす、おみみがさ、やっぱ陽キャや、そこら辺はネイルの時とか、うん、お店の時とか、ああいいじゃんいいじゃんいいじゃん、おいくつなんですかとか、今日のデザインどうされますかとか、こんな感じで、あ、こんな感じが好きなんですね、うん、って、例えばピンク系が好きだったりとか、うん、なんか私はちょっと海っぽいサーフィンっぽいデザインが好きとか、なんか、あ、そうなんですねって、でとりあえず話、まあ、デザインから決めて、でもう出身とか聞く、旦那さんとかいらっしゃるんですかとか、あ、なるほど、え、なんか仲良くなればな、うん、おみみさ、じゃあさ、その友さん対面の人を俺だと思って質問してよ、てか、無理だよ、友さん、友さん何来てください、これ見てください、これ、え、なにこれ、開くって、すごいすごいすごい、隠し通路やん、あのドアやば、まるでどこでもドア、いや、通り抜けフープじゃないですか、それなら。ちょっと、どういう気出したの、おみ、質問してみてよ。確かに。ちょっとしてほしいな。なんか、そう、仕事の時みたいな感じで。そう、うんうん。じゃあ、始めよう、じゃあ。よ、はい、アクション、あ、いらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。何々何時からご予約されてました、うん、ペガサスくんですか？あ、そうです。席準備するので、少々お待ちください、こちらの席で。はい。準備できたので、こちらへどうぞ。お荷物こちらどうぞ。はい。今日何されますか？デザイン。何かしたいものとかありますか？いや、全部。全部、全部。キャラクターとかしたいですか？フォートナイトのキャラクターとか。リラクマ。リラクマ、リラクマ。リラクマ。あ、かわいいですね。リラックもお好きなんですか？やめろ、お前編集する。いや、嫌いです。嫌いですね。え、なんでするんですか、はい、普通しなくないですか？いや、嫌いです。あ、嫌いなんですね。今日、晴れてますね。はげてますね。いやいやいや、いきなりすぎだろ。全部否定されて、お前諦めとるやん。今日晴れてますね。前に使ってきてるんですよ。晴れてますねって言ったんだ。はげてますねって聞こえた。言わねえよ。やばいな。晴れてます？晴れてますって言ったの。晴れてますって言いました。晴れてますって聞かれてないのって言ったけど、こう、前に撮ってますとか言っちゃったのに。はい、じゃなかった。やばいな。終わりや。大丈夫よ、こんな風で。もう何でも聞けばいいや。なんか、相手に失礼なことじゃなければ。まあ、そんな感じよ、高木ね。結婚指輪とか見るの。なんか、結婚されてるんですかって。子供とかだったら、結構妊娠できない人とかもいるから、タブーだから、言わないようにするとか。あー、そういうのは気をつけてます。なになになに、子供とかもしできないとか、できない体質の人もいるじゃん、子供いるから、ああ。もう絶対言わない、なるほど、ね、結婚してるは聞くけど、お子さん系はもう聞かないようにする。絶対高木じゃんね、そういう気遣いは無理無理だな。頑張れ、おめめ、武器全部渡したほうがいい。あ、やるけ、やる気やる気やる気、資材も弾も全部一つ一つが遅いな。嘘、ありがとう。好きだよ。待って。ありがとうございます。いや、あ、待って、これあげるよ。うん、
撃て撃て撃て、なん、はぁ、見てるとこが終わりだ。ないんだった、ないんだった、ないんだった、ないのかい、ないなら詰めろやい、ないなら詰めろやい。なんすかそのキャラは。いけ、終わった終わった、わぁ殺せ殺せ殺せ、うまいうまい、自分自分、キンポン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 、はい、それそれ、キンポンポンよこせ、それキンポンポンよこせ、早く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 、もう来る、敵が来た、待て待て待て、どこどこだ、いたいたいた、ないやん、焦らせるための叫びだったの今の。え、待って、は、え、は、でも、あ、いたい、いや、マイクラこの前、あ、コネアが参加したから、もう最悪のことに私の大野犬が、おい、なんだなんだ、バカバカバカ、あー、マグマンスしちゃいましたね、面白い。いや、あれクリエイティブ使ってないっすよね。クリエイティブ使ってないよ。クリエイティブ使ったら俺マジやる気なくすんで。いや、そりゃそうだろ、そりゃそうだろ。あれからどうなりました、自分抜けてから。あれから、え、まあどうにもなってないな。どうにもなってない。今日はみんなで洞窟探検とか行ったやけどな。誰が最初にダイヤ見つけるか。そうそう、そんな感じでね。コネちょっと声キモ。それは俺にはどうしようもできんわ。シンプルな悪口来ましたね。イベントどこでやるんすか。イベントは名古屋か大阪でやります。スエクラン&バーボン。名古屋だったらワンチャンいけるっすね。いや絶対行くんだよお前は。それで親にこんなことしてるんだと、こんなでっけえイベントしてるんだと見せなきゃ。コネやっぱ三者懇談一回するしかないっすね。これ三者懇談、三者懇談、三者懇談、三者懇談。え、メンダじゃない、三者懇談って。あれでもなんか聞いたことある、なんとか懇談。え、三者懇談じゃないですか。三者懇談って言うとこもあるかもしれない、正直。あ、面談以外に。ってこれ三者懇談。いや、え、でもさ、この家の親と話す超緊張する。親としても説得しないといけないのはお父さんの方です。でもまあ俺やるよ、この家の両親を。この家がどんなステージに今立ってるかと、あとどんなステージに立つかということをね、私言わせてもらいます。静かすぎだろ、急に。いや、静かすぎ、静かすぎだろ。ペガサスのさ、両親にさ、三者面談するって言ってさ、ペガサスの家行くやん。はい、来るんだ。あ、家行こうかなって思ってるよ。行ける範囲の人はね。三者なんだ、嫌だな。嘘だ。俺超真面目な感じやるから。お父さん別になくてもいいからね。お母さんだけでもいいから。ああ、絶対 お母さんの方があの大会にさ、来たりさ、理解があるじゃん。うちも勝ってますけどね、まあ。うん、しょ。マジで？マジで？え、じゃあ俺は来ないでください。タモさん来たら、来れますか？俺お兄ちゃんに頼んで、あの、殺してもらいますと。お兄ちゃんに頼んで、お兄ちゃんごとあの一緒に喋ります。いや、それはマジで。いや、それはマジでいける。あ、そう、俺のお兄ちゃん、時間かかりましたよ。うわぁ、おめでとう。うわぁ、ちゃんとなんか3つとも歌ったらしいです。お、3つとも受けて。で、俺が言われたのが、お前がうるさくしてなかったの、もっといいところには行けたわって。それはちょっとな。高木の気持ちめっちゃ上がるけどな。俺も妹が受験の時めっちゃうるさくしてたからな。でも正直、あの正論すぎて返す言葉なかったっすよね。で、そう、正論すぎてね、返せない。確かに、バカうるさい。あ、やられた、ごめん。蘇生、蘇生、蘇生。無理だろ。行くわ。いや、無理だろ。ガラタモさんの、いやこれいけるか。タモさん建築して移動してください。いや、あれ抜ける、ナイス、うまい。いや、そっち、いやあ、もう終わった、終わったわ、ジジジジ。今のハウスもジジ。案内の会。今のハウスもジジ。いや、まだ希望はあるよ。いや、ナイス。マジ俺こっから勝ったらマジ尊敬しろよ。いや、じゃねえよ。なんでしゃがんでいく。それ、あ、いや、なんで頭だよ。タモさんのもう足が立つ無理が、そこから前に建築してて、いや横とかつなげて、なんですか、多分それ、あ、積むよ。積んだら多分やばいっす。積むよ、俺は。それでもちょっと待って、この人たち、ちょっと待て。あ、それ違うボックスに逃げてください。横編集して横、あ、もう、あ、無理だ。いやー、タモさん、ヒット練習した方がいいっすね。くそー、ありがとうございました。しょうがない、ダイヤルです。
ね。